ようこそウィッチャー殿。啓示を見た、大いに興味がある。なんとなんと、それはいい。わしはブリンホッシュ、啓示を出したものだ。話を聞かせてくれ。もちろんだとも。釣ったもんだの挙句、いい材木が取れる森を手に入れたんだ。ノビグラドの近くでな。どの街道からも離れてるが、港は近い。儲かりそうな話だろう。あとは木こりを雇うだけだったんだが。あんたの儲け話じゃなく、怪物のことが知りたい。しまいまで聞け。ドワーフの木こりを何人か雇ったら、あの森は呪われてると言うんだ。怠けようと嘘をついてると思ったが、ある日連中が森に入ったら一人しか戻らなかった。そいつは森の悪魔に襲われたと言った。仕事を引き受けよう。その木こりというのはどこにいる？その辺にいる。稼いだ金を全部使う勢いで酒を飲んでたな。弔い酒と言って。あ、よく来たな旅人よ。一緒に飲もうや。仲間が安らかに眠れるように飲んでやってくれよ。みんなやられちまったが、何にやられたかはわからない。恨むにも誰を、何を恨めばいいやら。ブリンホッシュに聞いた。仲間が死んだ時のことを教えてくれ。くそったれ、森は呪われてると何度も訴えたのに、奴は信じようとしなかった。俺はブリーンに雇われた。あんた方を襲った怪物を見つけるためにな。そうなのか。さっきの暴言は忘れろ。ブリーンはいい奴だ。そうに決まってる。襲われた時の話を聞かせてくれないか。森から帰るところだった。材木を運んでたんだ。すると恐ろしい遠吠えが聞こえてきた。狼みたいな声だ。急ごうとしたが、荷車の車輪が挟まって動かなくなった。俺は石弓を取りに小屋へ走った。マグナス・リヒターに言われてな。戻ってみると、みんな無事らしく殺されていた。誰が誰かもわからないほどに。なるほど、よくわかった。助かるよ。化け物をぶっ殺してくれ。一杯しか飲んでねえ。木こり小屋か。殺された場所を探さねば。深い轍だ。木こりはここで荷車を止めたんだな。そしてこの道を進む。おそらく仕事場の空き地へ向かった。行け。ここで戦った二人のドワーフと巨大なものは。ドワーフは逃げようとしたのか。ひどい出血だ。岩を引っかいてる。怒っていたようだ。危険な相手だな。背中に傷を負い、出血多量で死んだ。こいつは地面に押し付けられた。息ができないほど。あらゆる状況から見て、レーシェンの仕業だ。そいつのトーテムを探さなければ。カラスはレーシェンのしもべ、トーテムのそばにいるはずだ。レーシェンのトーテムだ。さて、こいつを壊せば怒って巣から飛び出してくるはずだ。
ようこそウィッチャー殿。キコリを襲ったレーシアンは退治した。ああ、なんとなんと素晴らしい。新しいキコリを雇わにはならんが、仕事を探してる奴はワンサといる。だが他にもレーシアンがいる恐れはないのか。いるかもしれない。まあその時はウィッチャーを雇うんだな。ああ、そうするよ。では報酬だ。いい仕事には金を惜しまない主義でね。ではな。威勢がいいな。